皆さんこんにちは、メリークリスマスイブということでですね、今回はトラッパーで遊んでいきたいと思います。トラッパーのスキンなんですけれども、ちょっと前に追加されたやつですね。まあちょっと悪魔っていう感じなんでしょうけど、若干トナカイっぽいんで、まあまあクリスマスっていう感じがするんじゃないかということで、トラッパーにしてるわけなんですけども、まあ本来はね、もっとサンタっぽいスキンを持ってるおデブちゃんがいるんですけれども、前動画にしたばっかなんで、今回は、このスキンでトラッパーで遊んでいくという感じでですね、パーク構成なんですけれども、今回は、遅延とか一切持ってこずにですね、まあ結構これも前からある構成なんですけれども、狂気の根性ですね、サバイバーを担いでる時に、攻撃、まあ武器を振ると、担いでる時のね、ゲージが止まると。担いでる時のゲージが止まるというかね、もがきゲージが止まるということでですね、まあ、担ぎながらサバイバーを攻撃できるというパークですね。で、興奮と鋼の握力。こちらで、サバイバーをね、長く持てるように、さらに、はい、で、はぁ、はい。長く持てるようにと、早く移動できるようにしているという感じで、あとは最後のお楽しみですね。攻撃後の硬直が、トークンが溜まるごとに少なくなっていくというパークとなっております。さあさあさあ、早速地下に行きましょう。お、いるじゃないの？ほい。あ、くそ。はい、オッケー。まあこういう感じでね、サバイバーを担ぎながらどんどん攻撃していこうと。まあ、サンタバリにサバイバーを担いで、プレゼントを届けに行こうという感じの構成となっております。で、アドオンに、砥石ですね。武器じゃなくて罠を、自分でね、お、いるじゃないの？はい、解除すると、強制的に、這いずり状態になるという、まあ、強いアドオンと、戻るか、これ、ちょっと。あともう一つが罠の設置とかが早くなる、お、いますね。アドオンですね。うんうん。はいはいはい。よいしょ。うん。ちょっとお楽しみは減っちゃったけど、さて、どうしよっかな。助けに来てますね。ただ、まあちょっと今回ね、ほんと、遅延パーク、お？引っかかったね。遅延パークとかないから。で、砥石で、這いずり。強いですね。遅延パークないんで、ガンガンちょっとね、まあ、ちょっとキャンピングチックな立ち回りにさせてはいただくんですが、来てますね。はい。さあ、はい、はい、はい。あかん。届かん。ダーツよいしょ！あ、やっと届いた。オッケー。で、ちょっと地下間に合わなさそうなんで、クロちゃんここ突っといて、はいはいはい。いい感じですね。で、救助に来てるので、罠つけて、はい、ボロタイ。で、そのまま、はい。はい、オッケー。で、板倒してくれる。はいはいはい。クローデットの救助早かったな。で、ジェイク狙っていきましょうか、これは。うん。おーっと、それ最速超えできるか。いいですね。待ちなさい。待ちなさい、ジェイクパク。ジェイクパク？はい、オッケー。これも地下間に合うかな。はい。で、地下行こうか。さてさて、ネアを起こしに来てますね。よいしょ。いやー楽しいですね、やっぱ。よいしょ。はい。ジェイクを担いでしっかり、殴りというプレゼント受け取っていただけましたでしょうか、ネアさん。でもう一人いそうだ。おい、オッケー。よいしょ。あーっと、待てよ、これ。お店やから担ぎ上げればよかった。まあまあいいでしょう。で、これでネアは2回目？
人形回線。もうこれシャンデリアできるんじゃない？あ、違うね。終わりか。耐久言ってたか。あーっと。起こすのが早いな。じゃあですね。なるべくこっち側でチェイスしたいというか、まあ、あっち側はまだ全く仕掛けてないんで、この辺で立ち回っていきたいんですけど。さて、クローデットがジェイクを助けに行こうとするけど、そう簡単に助けは、出せません。はい。で、ネアが来てるかな？で、ジェイクも耐久入ったと。ちょっとここも罠を仕掛けさせていただきやして。お、ネアがこっちへ来いとさ。いいでしょう。行ってあげましょう。お、それ罠踏むんじゃない？踏まんのかい？ギリギリ避けられた。気づかれとるか？気づかれとったか。かかるんかい今度は。気づいてはなかったけど、たまたま不満かったってだけか。よしよし。これ、地下届くかな？あー、あかんわ。真ん前に罠置いてるから。ちょっと無理そうなんで、ここ釣るか。ほい。で、救助行ってるかな？行ってないっぽいぞ。ん？ということはだ。どうやろう、あのネアが諦めるかどうか。あが、持ってるんやった。どうしよっかな。ちょっとバック系のアドオンがないと2つ持てないからちょっとめんどくさいな。まあちょっとこれは救助していただいても全然大丈夫なんですけど、この辺ちょっと固めとくか、罠もうちょい。まあそのままネアが自殺しちゃう場合もあるけどな。まあまあけど、狂気の根性ちょこちょこ使お、救助来ましたね。ちょこちょこは使えてたんで、まあまあいい感じで、プレゼントはできたんではないかなとは思いますが、うん、こっち側行ってるね。で、そこ倒していただいて、はい。はいはいはい。オッケーオッケー、そっち逃げて。多分またあの罠はだいぶ警戒してると思うんだよね、このネア。そこの罠は。あれ？お分かりいただけただろうか。そこの罠は。ゆっくりと。あれ？ロッカーか？ロッカーっぽいな。あーっと、けどこれはストライクか。やっぱりね。あ、それ引っかかるんじゃない？なんでやねん。ちょいちょい引っかからんな。通るところには置いてるんやけど。あ、それを。でさー。ただ、そうなるとこっちから回ればもう終わりです。よいしょ。はい、オッケー。で、まあ、これはちょっとじゃあ探しに行きましょうかね。はい、治ると。どこや？見えねえ。こっちかな？いましたねえ。クリスマスクロちゃんよ。メリークリスマスクロちゃん。うん。お！不滅持ちか。ストライクで不滅となかなか、オーソドックスな構成できておりますな。どうしよっかな。こっちから回って、ほい。にょい。はい。これは殴れるね。はい、オッケー。で、はいはいはい。そこは強い板なので、
よいしょ。まあ引っかからんよな。はい。倒していただいて、で、あそこの罠解除されたか。どうしような。これはもう一回設置しまして、はい、どうしますか、クロちゃん。で、破壊、お前も。で、鼻のかい。まあ、ただ、こうやって回ってしまえば、逃げ場はないね。ただ、そこまで板あるか。お、板あるな。おい、あー、滑った。くそ。手汗で滑った。はいはいはい。なかなか窓枠使ってくれへんな。バレとるか。くそ。よいせ。はい、オッケー。で、ネアがやってる。あら？逃げない。諦めてるね。よし。オッケー。まぁ、ちょっと最後らへん、あんまり使えなかったけど、狂気の根性とか。よいしょ。まあ、序盤結構いい感じで、すべてのパーク使えてたんではないかなとは思いますね。アドオンも、まあ、砥石一回刺さってくれたし。あれ？触れへん。触れへん。なにこれ？早すぎて触れへんのか。よいしょ。はい。てなわけで、まあ、メリークリスマスイブということで、まあ、サバイバーの皆さんに、サバイバーを担ぎながら、攻撃という、殴りというプレゼントをお届けしていきましたが、まあまあ、ちょっと、探知系パーク、索敵パークなくて大丈夫かなっていうところはありましたけど、なんとか全滅取ることができましたということでですね。まあ、ちょっともうちょいね、ちょこちょこ、殴りしたかったんですけど、まあ、結構ランクも高かったから、いい感じで立ち回れたんではないかなとは思います。というわけでですね、皆さんも良い、クリスマスイブをお過ごしくださいということでですね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。